皆さんこんにちは、見習いゆっくり実況です。キャプテン翼2の実況を再開します。なお今回はお詫び申し上げたいことがあります。もうお気づきかもしれませんが、動画中のゲーム音声が乱れています。誠に申し訳ございませんが、ご了承のほどをよろしくお願いいたします。さて本日ですが、ワールドユース予選リーグ1回戦全日本ユース VS ポーランドユースの試合をお送りしますが、解説はこの方です。こんにちは、アートネイチャー三鷹です。今回からワールドユースもブラジルステージが本格的に開始され、難関続きになりますね。三鷹さん、よろしくお願いします。なお本日のスタメンですが、いつも通りで前回のバスコダガマ戦から変更はありません。それでは三鷹さん、恒例の試合前の一言をお願いします。三上監督のコメントをパクろうとしたら、翼くんとヒューガくんが何か会話をしていますね。皆さんもご存知でしょうが、このグループは強敵ばかりです。引き分けていてはトーナメントに行けません。何としても勝ちましょう。コメントをパクっているのを堂々とカミングアウトしましたね。すがすがしいですよ。全日本のキックオフから試合開始です。ここはジェミニアタックでも良かったかもしれないですね。カズオくん、ニッタくんにパスを回します。ヒューガ君に高いボールを上げたぞ。ヒューガ君、一度トラップします。ヒューガ君、ここからどう攻めるでしょうかね。こぼれ球がマサオ君へのチャンスボールになったぞ。あれが出ますよ。ジトー君と立花兄弟のスカイラブツインダー。目が回りそうですよ。しかしジャイッチ君がローリングセーブで防ぎます。ジャイッチ君が倒れていますよ。ここで翼くんのドライブオーバーヘッドだ。大地くんが取りに行きますよ。決まった。ゴール。全日本先制。相手キーパーが強敵なので、翼くんも奥の手を使ってきましたね。何ですか、このドリブルのスピードは。マッハー君、マサオ君のタックルをかわします。マッハー君、若林君をかわしたぞ。松山君、ナイスカバーですよ。ソーダくんとポーランドの競り合いのこぼれ球を翼くんがフォローします。翼くん、ヒューガくんにパスを回します。ヒューガくん、ドリブルでポーランドのマークをかわします。ヒューガくん、何か狙っているのでしょうか。ヒューガくん、またドリブルでかわします。ヒューガくん、ネオタイガーだー。
大地くん、ローリングセーブでネオタイガーを防いだぞ。ガッツの消費量が激しいネオタイガーショットを防がれるのはきついですよ。翼くん、新田くんに高いボールをあげたぞ。大地くんが倒れていますよ。新田くんのヘディングはあっさり防がれますが、ヒューガくんへチャンスボールが来たぞ。ヒューガくんとポーランドとの競り合いはこぼれ球となりましたが、全日本コーナーキックのチャンスです。コーナーキックでジャイッチくんを崩して得点したいですね。ミサキくんのコーナーキックで試合再開です。おーっと、ポーランド、反則だ。翼くん、ここはうまく、ポーランドを誘導しましたね。しかし、ジャイッチくん、翼くんの PK を防いだ。全日本、押せ押せなので、ここで点を取りたいですね。マサオくん、翼くんに高いボールをあげたぞ。全日本、この一連のチャンスを生かせなかったのは痛いですね。ポーランド、競り合いのこぼれ球をフォローします。マッハー君に渡るのはまずいですよ。マッハー君、際どいところで石崎君のタックルをかわします。マッハー君のシュートはどうだ。今度はソーダ君がナイスカバーですよ。ポーランドのコーナーキックで試合再開です。ここでマッハー君をなんとか止めたいですよ。マッハー君、マークを気にせずボレーだ。若林くん、パンチングで防ぎますが、ポーランドのチャンスは続きます。ここはなんとかしのげたようですね。マサオくん、ここはトラップします。マサオくんはだいぶガッツを消費しているので注意が必要ですよ。マサオくん、ワンツーリターンでポーランド陣内に攻め込みます。マサオくん、ヒューガくんに高いボールをあげたぞ。ヒューガくん、ここは何か狙っていますよ。ヒューガくん、二人のポーランドのマークをかわします。ヒューガくん、強引なドリブルだ。ヒューガくん、カウンターを食らったように飛ばされましたよ。しかしゴールが空っぽになったぞ。ミサキくん、オーバーヘッドだ。決まった。全日本、追加庭園。ヒューガくん、己を犠牲にしてゴールを空っぽにしてくれましたね。ポーランド、マッハーくんにパスを回します。マッハーくんにボールが行くともう収拾つかないですね。カットインが出ましたよ。若林くん、パンチングで防ぎますが、ポーランド、コーナーキックでチャンスが続きます。また、マッハー
ーくんがゴールを狙っていますよ。翼くんとマッハーくんの競り合いのこぼれ玉を松山くんがフォローします。松山くんが攻め上がりますね。何か企んでいるのでしょうか。松山くん、ワンツーリターンでポーランド陣内に攻め込みます。松山くん、ヒューガくんに低いボールを出したぞ。ヒューガくんのパスはクリアされますが、慈瞳くんがカットします。あちゃ、これはカウンターになりますよ。ポーランド、早速マッハーくんにつなぎます。マッハーくん、恐ろしいスピードですね。若林くん、マッハーくんとの1対1だぞ。ゴールが空っぽですよ。ポーランド、ボレーだー。決まったー。ポーランド、1点差。ロスタイム中に点を取られたのは痛いですね。カズオくん、ミサキくんにパスを回します。三崎くん、ワンツーリターンでポーランド陣内に攻め込みます。ここから得点できますかね。ここで前半終了のホイッスルー。全日本1点差で後半戦へ折り返します。後半はいつも通り記録係の石崎くんに変えて三杉くんを投入します。ポーランドのキックオフで後半開始です。マッハーくん、早速かっ飛ばしてますね。あれを出しますよ。サオくん、スカイラブタックルだ。慈瞳くん、こぼれ玉をフォローします。全日本、点差を広げて少し落ち着きたいですね。慈瞳くん、ソーダくんにパスを回します。ソーダくん、カミソリパスでミサキくんにパスをつなぎます。全日本は、ヤイッチくん相手にここからどう攻めるかが課題ですね。ミサキくん、ここでワンツーなんて何か狙っているのでしょうか。三崎くん、ワンツーリターンで自分に高いボールを上げたぞ。おーっと、ジャイッチくん、反則だ。三崎くん、ジャイッチくんの反則をうまく誘いましたね。この PK は、翼くんが蹴ります。決まった。全日本、再び2点差。キーパーと1対1になると得点になりやすいかもしれないですね。ポーランドはすぐマッハー君にパスしますね。もう攻
ナルティーエリアの手前ですよ。マッハー君、ワンツーで自分に低いボールを出したぞ。しかしこれは松山くんがクリアし、ヒューガくんがフォローします。今日は地味ですが、松山くんがディフェンスで活躍していますよ。しかし、カズオくんのパスはポーランドにカットされてしまいます。ポーランド、マッハー君にセンタリングを出したぞ。マッハー君のボレーはどうだ、決まった。ポーランド再び1点差に追い詰めるぞ。ウプヌシのパスミスが見事失点につながりましたね。全日本翼くん起点でもう1点取りたいですね。翼くん、ワンツーリターンでポーランド陣内に攻め込みます。翼くん、再度ワンツーリターンで自分に高いボールを上げたぞ。翼くん、ドライブオーバーヘッドだ。ぐるぐる回っていますよ。決まった。ゴール。翼くん、本日2発目のドライブオーバーヘッドだ。ここは翼くんのワンマンショーでしたね。ポーランド、試合再開直後、マッハーくんにパスを回します。しかしヒューガくん、タイガータックルでマッハーくんからボールを奪います。マッハーくんはどんどんゴール前までに進んでしまいますので、このようにすぐに潰すのが効果的ですね。新田くん、ワンツーで自分に低いボールを出したぞ。ここは厳しいでしょうか。しかしここは正男くんがサイドボールを奪い返します。正男くん、三杉くんにパスを回します。三杉くんはまだガッツが余って元気なので、うまく活用したいですね。三杉くん、ポーランドのマークをかわします。何か狙っていますよ。ミスギくん、どんどんマークをかわしていくぞ。ミスギくん、ジャイッチくんに防がれてしまいますが、コーナーキックのチャンスです。全日本ほとんどのメンバーがライブガッツを減らしているので、スルー戦法で得点を狙いたいですね。美咲くんのコーナーキックで試合再開です。まず翼くんがスルーします。翼くんのスルーはうまくいったようですね。続いてヒューガくんもスルーします。新田くんがうまくいくかがポイントでしょうね。新田くんのスルーはうまくいきませんでしたが、ヒューガくんへのチャンスボールになります。ヒューガくん、シュートを狙いますがこぼれ球になり、
サイド全日本のコーナーキックです。コーナーキックはチャンスなのですが、有力選手のガッツがほとんどない状態なので、なかなか決めることができないですね。翼くんのスルーがうまくいきませんでした。翼くんのスルー失敗は珍しいですね。今度はヒューガくんが弾いてしまい、ポーランドのゴールキックになります。マッハーくんに回る前にカットしたいですよ。ポーランド、マッハーくんにパスをつなぎます。BGM が変わり、試合終了時間5分を切りました。地頭くんのパワータックルはどうだ。地頭くんやりましたね。ここはもう時間帯、残りガッツを鑑みて逃げ切りを狙ってもいいですよ。マサオくん、翼くんにパスを回します。ウプ主も翼くんで極力ボールをキープして逃げ切るつもりですね。翼くん、ポーランドの鋭いタックルをかわします。どうやらここでボールキープを諦めるようですね。翼くん、カズオくんに高いボールをあげたぞ。最後にあれを出しますよ。ジトーくんと橘兄弟のスカイラブツインだー。しかしこれはジャイッチくんががっちりキャッチ。おーっと、翼くんが何か吠えています。どうやらこのセリフが出るとドライブタイガーが打てるようになるのですが、時間帯的に遅すぎたでしょうか。こぼれ玉がカズオくんへのチャンスボールになります。今度は翼くんへのチャンスボールになります。しかしガッツがほとんどないですよ。翼くん、ヘディングだ。いつもより余計に回っています。ジャイッチくんは染之助、染太郎師匠じゃありませんよ。これはカウンターになるかもしれないですよ。ミスギくん、ポーランドからボールをカットします。もうそろそろ終わるんじゃないでしょうか。ここで試合終了のホイッスルー。全日本ワールドユース予選リーグ初戦を突破しました。12人の選手のレベルが上がりました。さて三鷹さん、ワールドユース予選リーグの初戦が終わりまして、恒例のエンディングトークですが、この試合の感想をお願いできますか。まずネームドゴールキーパーのジャイッチくんから4点取れたのはまずまずではないでしょうか。あとマッハーくんに翻弄されましたが、マッハーくんには必殺シュートがないので大量失点をすることはなく、ラッキーな面もありましたね。また今回から30分から35分ハーフになりましたので、ガッツの消費も激しかったです。今後の試合もスタミナ配分が大事になってくるでしょう。三鷹さん、コメントありがとうございました。
本日は4対2で全日本ユースがポーランドユースに勝利し、ワールドユース予選リーグ初戦を突破した試合をお送りしました。次回はワールドユース予選リーグ2回戦全日本ユース VS イングランドユースの試合をお送りします。本日はご視聴ありがとうございました。本日は音声に乱れがありまして申し訳ありませんでした。